ロコロコのリトルスターニュース速報です。たった今、地球の秘密基地らしきものが発見されました。一体どんな目的でどのように作られたのか、謎は深まるばかりです。現場のドラえもんさん、はーい。って違う。そう、今回は映画制作のとっておきの秘密を説明するから僕たちに任せて。あ、そうなんですか、残念です。ところで、これは一体何なんですか？これはスネ夫の特撮映画の撮影シーンに出てきたミニチュアのセットだよ。今回の映画のすごいところは、このミニチュアを実際に作っちゃったってことなんだ。本物のミニチュアを？うん、それを撮影して歪みを修正したり、質感が合うようになじませてアニメーションと合成してるんだよ。このミニチュアはスタンドバイミードラえもんを作ってくれた白組の人たちが制作してくれたんだ。あえて小学生が作ったようなレベルに見えるようにこだわって作ってるんだって。すごい、地球の方は何でも作れるんですね。なんという技術でしょう。お、これはビリポリスではないですか？さあ、パピ君の故郷ビリカ星のビリポリスの街並みも白組が制作した模型が使われているやん。地球の方々の技術には本当感心させられることばかりです。私もピリカ星発展のために尽くしたいと常々思っておりまして、パピ様の手となり足となり、もっともっとお役に立ちたいと心より願っているんです。そもそも私とパピ様の出会いは、あの寒い冬の日、お腹を空かせた私が、はい、最新の映像技術がいっぱい詰まった映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021をぜひ映画館で楽しんでね。全ての始まりだったんです。聞いてます？